はい、どうもこんばんは、エンリケです。どうしても喋りたくて、喋りたいというか、MC のネタがガッとこう入ってきて、でもついうっかり今喫煙所でもうそのネタ喋っちゃったんですけど、でもやっぱ言いたい、九州弁講座、九州弁検定というのがあったら一発で落第だっていうネタなんですけども、先ほどトミー富岡はコントですかって言われて、トミー富岡っていう人は多分コントとかやってるタイプの人じゃないんですかと思う。これ検定やっぱ失格、うん、悪い男がトミー富岡って誰ですかって聞いた方が良かったです。トミー富岡は今日来ません。なんか素敵な、3アーティストに、温めてもらったステージで、光栄です。とはいえお耳汚し、になるかもしれませんが、楽しんでいってください。
持ち時間は何分ぐらいですかね。進行何も決めずに今ステージにいて、最後にみんなでセッションやろうと思ってるんですけども、いか適当でやりすぎはしません。じゃあラブソングを、
合ってる。ありがとう。2011年の東日本震災で、まあ絶対に起こってはいけない、特にこの被爆国日本でね、起こってはいけない原発の大事故が起きて、まあ電気がそろそろやばいとかなんとかかんとか、逼迫してるとかね、できるだけ原発動かそうと、国の皆さんが動いていらっしゃるのは重々承知で、温暖化とか、いろいろやばいのも重々承知で、まあ全部わかってるけど贅沢やめましょうっていう贅沢やめて、なんかいい意味で大人の国に、大人の地球にか、もしくは大人の人間に全世界が変わっていったらいいなという、子供っぽい考え方を歌にしました。 Do する、どうするという曲です。飼いならされた僕たちは大人の事情を丸呑みしていた。右で右を向き、心の中でベロ出し、しょうがないさと口つぐみ、みんなの言う通りにしていたよ。電気羊は草をはみ、プルトニウムの炎をふさぼる。左に札束が、左から右に情報が、快適と快楽の名のもとで、やばいやばい真実に蓋をした。いつまでもいい子のふりはしていられねえ。電気羊は牙を剥き、プルトニウムの炎を貪る。あげくの果てに、あげくの果てがメルトダウン、メルトスルー、メルトアウト。どうする、
長崎で、長崎の市民コミュニティ FM かなで、ロックでいいじゃんという、僕の、我が、人生、作曲家人生としての金字塔ともいえるロックでいいじゃんという曲を、著作権も払わずに、流している番組がありましてでもなんか結構一人歩きして、長崎では割とみんな知ってくれている、ロックでいいじゃんという曲を、聴いてください。全て最高、サンズ
スの川さえ六に渡るぜ。どうもありがとう。昨日福岡県の、行橋という、生まれて初めて行ったんですけれども、行橋読み方すら昨日初めて、覚えた町で、なんかこう、まあ、思いつきでね、ちょこちょこ、 こう曲をやるコーナーみたいな、なんかバービーボーイズの大ファンだっていう人が、いたんで、じゃあでその人が生まれて初めてコピーしたっていう、曲をなんか本番前に聴いてて、おお弾けるかなみたいな、みたいのでやってて、浜崎あゆみさんのっていうリクエスト来なかったんで弾かず、でストリートビースっていうバンド、俺も21年前に、一旦、辞めてしまった俺がね、もうずっと続いてるバンドなんだけど、ストリートビースの話になって、この秋、その21年ぶりに、またライブとか参加することになって、来年は、九州は多分、春と夏に福岡には多分来ると思うんだけど、佐賀な、佐賀を来たいな。で、そのストリートビーツの話をしてて、みんな知ってる?とかって言ったら、すごいでね、合唱してくれて、なんだろう。よく見たら、革ジャンのいかついお兄ちゃんたちばっかだったわけ。今ここにいる素敵な皆さんの、あ、それじゃなんか革ジャンのいかついお兄ちゃん差別になっちゃうから、そうじゃないんで。まあまあ、いわゆるこれ系の人たちで、ね、心目は優しいね。パンクロック大好きみたいな人たちだったりして、まあ音楽には国境も何も、ましては俺がそうだからね。ストリートビーツのバウバウも、バウバウっていうハードロックバンドがあって、バウバウも、2年半ぐらいかな、なんかサポートさせてもらったこともあったりとか、ポップス界では浜崎あゆみさんが、じゃあ俺は何者かっていうと、俺はベーシストです。北欧メタルの曲とかはできないんですけれども、ピンクフロイドというバンドが、イギリスにありまして、結構長い曲なんですが、カンファタブリーナン、心地よき麻痺っていう、その曲。日本語の歌詞をつけたのでちょっとやろうかな、おはしょりバージョンでね、ワンコーラスで終わってしまいますが、
足元のたり触れたら消える謎の全て感じてるんだ邪魔しないであと少しすればたどり着く心地よき麻痺コロナ、ライブハウスの、における、パフォーマンスの、指針なんか曲のうちの 25% はコール&レスポンスをやってもいいというですか違うなんかそんならしいんですよ、まあ、どうやって 25% を数えるのか、そしてコール&レスポンスはやってもいいけども大声はいけないとか、なかなか複雑なことになってるらしいんですけれどもなので、25% 分のコール&レスポンスをあ、でもさっき使っちゃったもうちょっとだけもうちょっとだけね楽しんでるかいまあまあいけてるってとこかなおかげさんでこっちは楽しいけどねおだててくれたらどこまでも行けるぜ What should be, what should be 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 What should be辛いことなら吐いて捨てるほどあったけど終わりにくさも燃えないゴミ出してきた隣の猫ちゃん喜んで漁ってたぜおいらいつだって焦らず休まずロックンロール大好きな仲間と陽気でご機嫌な笑顔のまんま
可愛いでしょ。そうそう、あの今回佐賀に来た、3つの大きな柱がありまして、1つは、親バカと呼ばれてもいいうちんちのワンコ T シャツをまず売りに来ました。そして、いつもなんか応援してくれてる皆さんと会いに来ました。で3つ目の柱がやっぱ北欧メタルに触れられるのは今日本では佐賀だけなので、北欧メタルに触れに来ました。忘れは忘れ、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 忘れ。ダブリだよね。果てしなく行けるぜ。どうもありがとうございます。9時5分前の場合はどうですか、たっちゃん。時間この、僕の取り留めのないライブの演奏時間的には、お、大本営発表が、まあ、そう、あと1曲、あと1曲、じゃああと1曲やってみんなで楽しくセッションみたいなことにしましょうかね。うわ、そう言われたあと1曲が難しいじゃん。じゃあ人生、まあなんだかんだ80代90代まで、100代まで、生きる人もいる中で、まあなんだかんだのその平均的なところで、男の人はちょっと短いで80分かんない、なんかので40歳になった時に、まあとりあえず人生半分終わったなって、皆さん多分お若いので、40超えてらっしゃらないとは思いますけれども、嘘です40超えた時にね、なやり残してることは何なんだろうと思って、まあ拙い歌を披露することも、40までは1秒たりとも考えたことはなかったし、いろいろまだまだできることあるんじゃないかと、人生半分終わったら逆にまだ半分あるぜ。で来年、俺早生まれだから再来年の2月に、日本語で還暦、という、年になってしまうらしいんですけれども、還暦ライブどうする、佐賀でやる、どこでやる。ちゃんちゃんこは来ませんよ。還暦ライブツアーやるか、なんかね。いろんなゲスト引き連れて、まあまあ、いや還暦はいいや、あ、だから、その計算でいくと40で半分終わったんだったら60で4分の3終わったことになるかもしれない。まだ4分の1あるしね、うっかり100まで生きる場合はその計算外、なんつうんだろう、延長線延長線あるかもしれないし、わかりません、わからないんだけれども、いっぱいいっぱいやり残していることを、初めて、見るのって、まずは率先して自分でと思って、自分が歌う自分だけのための曲を、その時に作りました。I'm in the third quarter、 人生、四半期、第三四半期に突入という、
曲をじゃあ最後に。My life is a I'm in the secret I'll be crying, crying I'm in the secret 壁をなくて隣散らしてもう何も変えられなかったダメなやつだと苦笑いされてもガキの遊びはやめられなかったどこへ行くのか見失ったまま立ち止まることもできずそれでもどうにか俺はここにいて嵐の予感にお任せてる魔法は使えるさ一度くらい空だって飛べるさ一度くらい一度くらい君と過ごした泣き笑いの果てにやっと見えてきた世界で遊ぶ死ぬまで生きる君と共に生きる嵐はいつもすぐそこに来てる My life goes onI'm in the secret I'll be crawling, crawling I'm in the secret 命がけとか愛の力だとか照れくさくて嘘くさくて一人よがりで平和ボケの頭悲しい記憶病ものだったね、yeah! 魔法は使えるさ一度くらい空だって飛べるさ一度くらい一度くらい、yeah!少した泣き笑いの果てにやっと見えてきた世界で遊ぶ死ぬまで生きる君と共に生きる嵐はいつもすぐそこに来てる僕だけのさん2曲用意しております、ちょっとセッティングの、まあ2分半の休憩を取りたいと思います、あと2曲最後まで楽しんでいってください
よろしいでしょうかね。アンコール、アンコールどうもありがとう。九州弁検定、初級を落ちてしまった、私が、ここでまたあのメンバー紹介で、閉じるのが、まずいと思うのでメンバー紹介要員を整えましたので、はい、こちらから一人ずつ紹介されていきます。紹介します。皆さん大きな拍手でよろしくお願いします。やねーわかるかーん誰さっちゃん、ようこ、エリケさん、せいちゃん、こんにちは、ありがとうございます。ボーカリストミキサー、いや皆さん楽しもう少しの間ですけど楽しんで帰ってください。もう今は彼女はどこにもいない。朝早く目覚ましが鳴っても、hey! そういつも彼女と暮らしてきたよ。喧嘩したり仲直りしたり、思い出日が暮れてテーブルに座っても、ああ今は彼女写真の中で優しい目で僕に微笑む。
調子に乗っちゃうぞ。調子に乗って、じゃあ OK、 たっちゃんどんどん行ってるよ。どん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 、今日本当どうもありがとう。まだまだ帰国、本当はねクリスマスにまた、サッカー帰ってきてってお誘いも受けたんですが、ちょっと残念なことに、今年クリスマスは、どこだっけ、新潟に行かなきゃいけなくて、なので来年必ずまた、戻ってきたいと思ってます。ザ・カヨロッカーズ、連れてきたりとか、また日当たりとか、今後ともよろしくお願いします。OK、それでは最後の曲になっちゃいました。雨上がりの夜空に OK カード奴らにも聞いてもらいたいもんだ俺。今の清志郎はおっしゃいました、いい加減明日のことを。
ぜひまた来てください。ありがとうございました。こんばんは。私たちスタイルと言います。6月に結成したので新人です。ピチピチです。今日は全部で5曲やっていこうかなと思ってます。ね、多分前の2 of us もあのヤヌたちも Beast in White も絶対英語の曲があるから、うちも英語の曲やろうかなと思って歌える曲探したらこの2曲だけあったので、おお初めて公で発音は無視してください。じゃあ、聞いてください。スーパースター。同じカーペンターズの曲で、マスカレードという曲です。ちょっと私にはない色気が出せたらいいなと思います。じゃあ聴いてください。マスカレードです。
って顔、今日はねこんな感じじゃなくてちょっとしんみりした陽子でいこうかなと思ってたんですけど、ダメですね。ね、格好だけこうしたって一番だよ。ですね、ちょっと話変わりますけど、今日10月22日ですね、ちょうど今から2年前、母が亡くなりまして、ちょうど今日が2回目の命日です。で、当時、すごくもう毎日毎日思い出さない日がなくて、ずっと泣き暮らしてて、でも前を向かなきゃいけないというのは分かってるんですけど、なかなか前を向けない。そんな時に、私の大好きなのレイ山田さんっていうシンガーソングライターの方がいらっしゃるんですけど、この方の曲で、桜の頃という曲があります。これが、大切な人には、あ、たくさん会っておくべきだな、もしその人と永遠の別れが来ても前を向いて歩いていかなきゃいけないなって思わせてくれる、私を救ってくれた曲です。それを今日は、ちょっと空にいる母に届けたくて、今日はやります。ちょっとごめん。しちゃダメで、その母に、聞こえるように元気に歌います。聞いてください。桜の頃です。無力な自分を悔やみます。
永遠に高知の方で歌われてた、翼という曲になります。じゃあ聴いてください。翼広い宇宙
もうここまでトントントンとして、ラスト1曲になりました。最後はね、最後にちょっとしんみりやりましょう。この曲は、なんだっけ、ドラマの主題歌とかにもなったことがあるので知ってる方も多いと思います。ではラストいきます。会いたくて今。初めて出会った日のこと覚えてますか。過ぎゆく日の思い出を忘れずにいて、あなたが見つめた全てを感じていたくて、空を見上げた今はそこで私を見守っているの。教えて今会いたい、あなたに伝えたいことがたくさんある。 Yeah.
時間でしたけれども、このライブはまだこの後も続きます。この後いよいよエンディングさんの登場となります、皆さん最後までこのライブお楽しみください。ありがとうございました。スタイルでした。ビーストインホワイトは、ヘビーメタルを、まあ、ピアノと、まあ、私の歌とたまにタンバリンって感じでカバーをしてるバンドになります。あ、バンドじゃない、ユニットだはい、なので、まあ、やる曲はヘビーメタルですけどアコースティックでやるのでうるさくないはずです、まあ、何はともあれ一曲まずいきましょう。
ちょっとどこの国か、北欧のどっかの国の、リーブス・アイズというバンドの、ニューファウンドランドという曲でした。ね、新しい、まあ、大陸を探す感じ、まあ、船に乗って探す感じの悠々とした曲ですね。素晴らしい北欧の良さが溢れている曲になります。次の曲に早速進もうと思いますけど、次の曲はナイトウィッシュというフィンランドの有名な、ヘビーメタルバンドの曲で、そのバンドがシンフォニックメタルバンドといって、ちょっとシンフォニック、なんだろう、なんかオーケストラみたいな入ってるようなこう壮大な感じの、メタルバンドなんですけど、それのなんかより民族調の曲をやってみようかなと思ってます。なんか言いたいことありますか？言いたいことないらしいんで、なんか楽しい感じの曲ですよね。楽しい感じでスキップしたいなみたいな感じなんで、まあよかったら皆さんスキップはできないかもですけど、まあ、手拍子したり踊ったりしてもらえると嬉しいです。じゃあ行きましょうかね。ナイトウィッシュで I want my tears back。
とうございます。ちょっと疲れた。いい曲ですけど体力を使う曲でした。次は打って変わってちょっとシリアス、別にバラードでもないんですけどシリアスな曲をやりたいと思います。ちょっと準備がいるので少々お待ちください。アラビアの曲でちょっとなんか雰囲気出ないかなと思って探したのがこれです、ね、ちょっと口見えないから不気味かなとは思うんですけど、まあ1曲だけかもしてください。ありがとうございます。まあ始めましょうか。次の曲はキャメロットという、アメリカのバンドですね。キャメロットのナイツオブアラビア、アラビアの夜というすごい真正面な曲ですけど、はい、やりたいと思います。Face your
なってしまった。縁も竹縄ではないですけど、まあ私たちの縁も竹縄になってしまって残り1曲になりましたね。早い。次の曲は、マイク・オールドフィールドっていう人の曲で トゥ・フランスっていう曲があるんですけど、それをヘビーメタルバンドが何バンドかカバーしてるので、ブラインド・ガーディアンっていう人たちのカバー版をやりたいと思います。ちょっと待ってください。よし。じゃあトゥ・フランス行きますか。お願いします。
ありがとうございました。リストリーホワイトでした。またお会いしましょう。よろしくお願いします。今日はなんか録画されてるということで。マジで、うん、事務所通してくださいなのでリバボ、はい、来てください。なのであのすごい我々のドスグレベル部分はちょっと抑えて、はい、今日はいいところをね。どうした、高一。ほら、どうしたどうしたいいところだけをね。あ、今日だからこう髪ちょっとこう色気づいたね。そうそう、色気づいたね。そっか。もう我々の薄っぺらいいいところだけをこう残していこうかなと思っております。トゥーオブアスです。今日は最後までよろしくお願いします。お願いします。ではやらせていただきます。I'm not your enemy.
とうございます。小市さんの衣装替えがあります。しばしご歓談を。なんかいっぱいありがとうございます。手拍子もありがとうございます。次みんな飛ばんばけ。よろしくお願いします。We'll be right back.
ちょっと頑張る。ちょっと頑張るけど、へったくそなんだ。大きな目で、心で、広い心で見守って。みんなの手拍子があるともしかしたら成功するかもね。もしかしたら。かもね。これもね、会場の皆さんのご協力が必要かもしれません。はい。下手くそなんです。はい、もう固くなりにですね、今日のリハーサルまでせんと。私はせんぞと。うん、まあ、そこをね、まあ気合で説得する。鬼子一。俺の身にもなってください、本当に。鬼子一がやるんですよ。
よろしくね。みんなで見たか。どうされました。いや、あのね、今日ね、先生ともある方が生配信やないけん、うん、録画だからカットできるんですけど、あはー、うん、しかも、まあ、私がちょっと関連してるみたいな、綺麗に職権乱用です。職権乱用です。はい、ムーンリー聞いていただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。編集点なんで作ってないですよ、全然。じゃあもう一回盛り上がっていくよ。すいません、ありがとうございます。すいませんとか言うと分かるから、ない程度です。Thank you.
これがプロの技っていうのです、ね、大人の都合やまた小市くんが衣装替えします。次の曲が最後になります。で、もう簡単なフレーズなのでよかったらみんなで一緒に歌ってほしいです。歌ってほしいです。ちょっと2ステップの曲でしたっけ。もう簡単なフレーズです。A Day For You と曲をやります、うん、そのミキティが言ってる歌ってほしいっていうところの歌詞が Free You All という歌詞になっておりますので、皆さん簡単なので、口ずさめたらぜひですね、よろしくお願いいたします。では2オーバースでした。ありがとうございます。それでは
ありがとうございました。ありがとうございました。